で来たんだよ。いや、それさっきだよ。あ、どうですか。どうでしょうか。それでは私がお話をする前に一発、奪還連呼をやりたいと思います。皆さん、語尾のところをご唱和ください。奪還連呼、拉致被害者を救出するぞ、救出するぞ、北朝鮮による拉致被害者するぞ、独裁企業庁によって吊るされた拉致被害者全員救出するぞ、救出するぞ、テロ犯罪国家北朝鮮の被害者である拉致された人々全員救出するぞ、救出するぞ、北朝鮮の拉致侵略を許さないぞ、許さないぞ、虐殺金融庁の拉致侵略攻撃を許さないぞ、許さないぞ、北朝鮮の拉致侵略に対して断固として自衛権を発動するぞ、発動するぞ、日本政府は権利として、そしてその義務として日本国民を守り、そして奪還するために自衛、個別自衛権を発動せよ、発動するぞ、現行憲法下においても存在する個別自衛権を拉致侵略に対して発動、発動せよ、平和憲法下においても認められている個別自衛権を北朝鮮の拉致侵略に対して発動せよ、発動せよ、テレビ朝日。それでは、電子交代して、佐藤聡の方から、いろいろ述べさせていただきたいと思います。しばらくお付き合いください。この場において、まず第一点目に私がどうしても訴えたいこと、それは早ければ年内にも、そして遅くともこの1年以内にも、先ほど安倍総理に対しても話がありましたが、安倍総理のみならず私たち日本国民、そして永田町の政治家諸先生には取り分けて、この1年以内に戦争をするのか、それとも人間をやめるのか、そういった問いが突きつけられる、そのことがすでに予定されているということです。ご存知の通り、現在北朝鮮において再調査なるものが進められています。そして巷の意見においては、今回が拉致問題解決の最大のチャンスであると言われています。なぜならば、先代の金正日が死んで、金正恩に現在北朝鮮の独裁王朝の党首が代替わりした。したがってこの拉致テロ、拉致犯罪のその責任を全て先代に押し付けることをもって、金正恩は現在の党首が拉致問題の責任を全て先代に押し付けることができる機会だから、拉致問題の解決の可能性が高まっているというふうに言われています。あるいはまた、先日の中共
宗教の党首と韓国の大統領の会談にも見られるように、独裁企業庁がそのやりたい放題を叩いて、世界中特にアジアにおいても喪失感を食い、そして経済の行き詰まりとも相まって非常に金を欲している。だから今回の機会で取引と引き換えに北朝鮮は拉致会社を返してくる、その可能性が高いというふうに一部では言われています。しかしながらこれは逆に言えばどういうことでしょうか。すなわち今回の再調査において日本に帰国する日本人のリストの中に、例えば横田めぐみさんの名前がないというなかったとしたらどういうことになるか。それはすなわち横田めぐみさんの死亡が決定するということだ。あるいは有本恵子さんにしても田口八重子さんにしても曽我美康さんにしても、その名前が帰国者のリストにないということはどういうことか。つまり彼らが事実として生きているか死んでいるかにかかわらず、キム・ジョンウンが彼らを生きたまま生かして日本には返さないという決定を下したということだ。そしてその決定が無条件が独裁者の党首としている限りは継続するということであれば、金正恩が今後10年あるいは30年独裁者の何に座るのかわからないが、その間少なくともその間はリストに乗らなかった拉致被害者は日本には帰れないということです。それでは金正恩が死ぬその次の代まで待ったとして、例えばその時まで横田茂さんや横田早紀江さんが生きているのか。もちろん断じてそんなことありえない。横田茂さんは現在81歳である。次の代どころか再調査の期限と言われているこの1年以内だって生きているかどうかわからない。明日にもあるいは今日にも亡くなってしまうかもしれない。そうしたらご両親と横田めぐみさんの再会の機会はもはや永遠に絶対に失われるということだ。そうだ。それはつまり何の罪もない女子中学生だった横田めぐみさんが不当な工作員の暴力によって北朝鮮の拉致侵略によって中学生の時に誘拐され、そしてそのまま北朝鮮に閉じ込められたまま死ぬまで一生帰ってこれず、そのまま北朝鮮で獄死するということだ。このような侵略犯罪をまさに独裁企業庁による政治犯罪、究極の権力犯罪としての拉致被害者の関係、そして死ぬまで北朝鮮に閉じ込めるというこのような最悪な人道犯罪を日本政府は一体全体どう対処するのか。そのことが遅くとも
この1年以内には終われるということだ。お疲れ様です。正解一瞬だよ。警察一気に動かなくても何かと思った。例えば横田めぐみさんは、はい、いらっしゃい、単に監禁されて閉じ込められていただけではない。私が去年からこのスローガンをプラカードに作って考えているけれども、私の言うところによれば、言い方によれば、横田めぐみさんこそが北朝鮮においてセックススライブとして監禁され閉じ込められてきた。そのことは新聞やテレビ等のマスコミ報道を見ただけでも明らかであるというふうに私は考えます。例えば蓮池薫さんの証言によれば、彼らは工作員によって文字通り殴られ、リンチされ、痛めつけられたところを袋に入れられて北朝鮮まで連れて行かれた。そしてさらにその上で北朝鮮の工作活動やスパイ活動に従事させられたというふうに日本に帰ってから証言しています。もちろん安全も自由も生命の保障もないところで強制されて工作活動の手伝いをさせられたい、させられていたわけですから、まさにそれは強制連行であり強制労働であり、すなわちそれは奴隷労働なのであります。つまり拉致被害者たちは押しなめて北朝鮮のスパイ工作に強制的に従事させられるスパイスレイブだったということです。そしてもう一点、例えば横田めぐみさんは拉致された当初、北朝鮮の当局から朝鮮の言葉を覚えれば日本に返してやると言われて、一生懸命朝鮮語を勉強して覚えたそうです。生命の安全のも保障もないところで帰りたければ朝鮮語を覚えると言われて、強制的に朝鮮語を覚えさせられたわけですから、すなわち彼女はその時点でいわゆるハングルスレーブにもされたわけです。しかし北朝鮮当局の約束とは裏側に、朝鮮語を覚えても横田めぐみさんは日本に帰るどころか、ご両親に手紙を出すことも連絡を取ることも一切許されなかった。